ローマガリア戦争は、紀元前390年から紀元前193年にかけての共和制ローマとガリア人の様々な部族との一連の紛争である。この期間にローマと戦った主な部族には、セノネス族、インスブリ族、ボイー族、ガエサタエ族がある。大まかに言うと、ガリアトランサルピナに居住するガリア人がアルプス山脈を越えて、 ガリア・キサルピナに侵入し、エトルリアを通って南方のローマにまで勢力を拡大しようとした。200年の戦いの後、ローマはイタリアでの戦いに勝利し、紀元前120年頃には、クイントス・ファビウス・マクシムスらが、ガリア・トランサルピナを征服、属州とした。ラテーヌ文化圏とケルト所属の位置関係。セノネス、ボイー。 インスブリ族がキサルピナに居住しているガリア・キサルピナでの戦争の概要は以下の通りであった。紀元前390年、ブレンヌスに率いられたセノネス族がエトルリアのクルシウムへと侵入した。ローマはセノネス族撃退のために軍を派遣したが、アッリアの戦いに敗北した。3年後、ブレンヌスはローマを包囲し略奪した。ガリアは ローマの東3 0キロメートルにあるティブルと同盟した。紀元前360年、ローマがティブルを攻めると、ガリアはローマのすぐ近くまで進行した。しかし独裁官、クイントス・セルウィリウス・アハラがコーリナモン近くの戦いで勝利し、ガリア軍を撃退した。紀元前302年、トランサルピーナのガリア人がアルプスを越えて、イタリア半島に侵入。 キサルピーナのガリア人は治療を通過して難下するのを許し、またいくつかの部族はこれに加わった。彼らはローマ領で略奪を行って撤退したが、しかしその後ガリア人同士での戦いとなった。紀元前298年から紀元前290年にかけての第3次サムニウム戦争では、ガリア人はサムニウム、エトルリア、ウンブリアと同盟し、ローマと戦った。 紀元前284年からの戦役では、移設はあるものの、ポリビオスの記述によれば、ガリア人はまず、アレテュームを包囲し、ローマ軍はアレテュームの解放に向かったが、ガリア軍に敗北した。しかし、その後北方へ遠征したローマは、セノネス族に勝利してその領地から追い出し、植民地を建設した。紀元前283年、ボイー族は、 エトルリアと連合してローマへ進行したがローマ軍は上着もこの戦いで勝利した。これらの勝利によってイタリア北部のガリア人勢力を弱体化させることに成功したローマはアドリア海にまで勢力を伸長することとなりガリア人との争いも一時的に沈静化。ローマはその矛先をしばらく南方へと向ける。紀元前232年。 長く続いた戦争によって生まれた貧民対策に乗り出したガイウス・フラミニウスは半世紀前に獲得したガリア人の土地を民衆に分け与え、そのことに起こったガリア人が反乱を起こす。紀元前225年、インスブリ族とボイ族がアルプス地方のガリア人であるガエサタエを傭兵として雇用しローマに侵軍した。ガリア連合軍はファエスラへの戦いで、 ローマ軍に勝利したが、その後のテラモンの戦いでは、ローマが勝利した。その後、ローマは、アルプスの南側のガリア領を占領する政策を採用した。紀元前223年には、インスブリ領に侵入し、クラスティリウムの戦いに勝利した。続いて、紀元前222年には、アエッラへメディオラヌムを陥落させた。紀元前218年から、ローマは、 カルタゴとの戦争を始めるが、多くの場合ガリアは、カルタゴに味方した。カルタゴに勝利した後、ローマは、紀元前196年にボノニアを占領、紀元前194年には、プラセンティアの戦い、紀元前193年には、ムティナの戦いで勝利した。この後、生き残っていたボイ族は、アルプスを越えて、北に移住し、ボヘニウムを建設した。 ありがとうございます。